前の三つまさくん、ちょっと iPhone4 買った次の日ぐらいに iPhone5 が発表された頃ぐらいでしょうか。マジで無駄でした。ね。そう、あの時は衝撃でした。そしてね、残念ながらそいつを持ってこう村井さんとね遊びに行くわけですけども、君あの LINE 送り間違えてえらい目に遭いました。まあね、こう今も言われてるかもしれないし、こう未来の僕もまだ言われるんですが、こう親父からね再度確認は必ずしろと、何かをする前にな、それはしっかり守っていき、それでは